おい、ちょっと出してくれ。おい、おめえ、亀の中が部屋で何人もいて、わけがわからねえぜ。さあな、俺も。ああ、遺体だと？なんだこの光は。よし、遺体が手に入ったぜ。で、カサカサして妙に軽くて気持ち悪いぜ。大切に扱いな。偉い聖人とやらのミイラだぜ。なんだと？そんなこと言われてもピンとこねえ。そうだ、いいこと思いついたぜ。シーザーに見せて嫌がらせしてやるもんね。騒がしい野郎だ。ストーンオーシャン。2011年のアメリカ、丈太郎の娘空城ジョリーンは無実の罪によりグリーンドルフィンストリート刑務所に収監された。それは天国へ行く方法を求めるエンリコ・プッチの仕組んだ罠だった。プッチの野望を打ち砕くため、ジョリーンは仲間たちと共に刑務所を脱獄した。だがプッチはケープカナベラルの地でジョリーンたちを待ち構えていた。重力の向きを変化させるスタンド、シームーンを伴って。ここは建物がひっくり返っているのか。いや、何かおかしい。地面が傾いている。あれは何かの施設のようだが。
ケープカナベラルの地に影響を受けたプッチの新しいスタンド、重力の方向を狂わせるものだと思ってたけど、まさか人を操ることまでできるなんて。お姉ちゃん逃げなきゃダメだ。逃げて体勢を立て直さなくては。あの二人が敵に回ってしまったなんて、今のままじゃ勝ち目はないよ。ダメよ、逃げることはできない。ここで逃げたらプッチは求めているものに到達してしまうわ。おい、今ここで何が起きている？この異様な重力は何だ？あなたは丈太郎さん。よかった、無事だったらね。何かおかしい。若いわ。それにその格好は。おめえら、俺を知ってるのか？やれやれ、まあ、何年先なのかは知らんが、俺はこの時代にもいるってことか。お姉ちゃん、二人が来たよ。エルメス、話す。おい女、その二人は仲間だったかもしれんが、スタンドを出して構えろ。まず奴らを倒す。あんた、なんか知ってるの？ジョリーン、あんたをぶちのめっせ！分解してやる。オープンだけ！逃がしてくれ！バラバラにして愛してやるよ。ダイバーダウンが協力しろ。任せろ。死にたいようだな。くそ。シャーベーナーに入った。
協力しろ。任せな。甘いんだよ。ダイバーダウン、肉体そのものに先行させた。内側からぶっ殺すんだぜ。少し巻き込んでやったぜ。食らったな。やるな。いや、ダイバーダウンを引き受ける。シールを外しまった。準備はいいか。いいぜ。準備だ。逃がすか。私は運命に決着をつける。ぶっ飛ばす。行くぜ。逃げろ。気に入らない奴はとりあえずこの辺り。そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。やれやれ、どちらも接近パワー型か。なんて攻撃的なコンビなの。